ムジカート運命へとその身を変えたコゼット、運命は自分を D2 を倒すための存在と語る。運命から指揮棒を託されたタクトはコンダクターとして初めてその力を振るう。そんなタクトたちの前に現れる2人の人物、レニーと巨人。彼らは対 D2 戦略拠点ニューヨークシンフォニカに所属する正式なコンダクターとムジカートであった。次回、覚醒ジャーニー。